ドシカブリ姫、星さん。本好きの家庭の末娘として生まれた主人公の人族のメス。三度の飯よりも本が好きということで本の虫ということで虫かぶり姫と呼ばれることになる。そこに王子のメスが婚約者探しとか煩わしいわ、というイケメその権力者の人族のオスから婚約者探しがくっそ煩わしいから王室にある禁書を読んでいいし、君に本を読む時間を与えられるイヌインの関係だから、ビジネス婚約者契約しないか?というオファーを受けるというシナリオ。ここからコミュ教の悪役霊嬢ものであるなら正規ヒロインである霊嬢が現れ、持ち前の外交能力によって攻略対象みたいなヒーローたちを全員籠絡させ、逆破エンドまで持っていき、最後は虫かぶり姫の婚約者まで籠絡することに成功する。自分の今の地位に甘んじて何の対策もしてこなかった主人公は、契約婚約者のことが実は好きだったということと、自分がクソバカだったこと、コミュ教で外交の達人であった正規ヒロインを称賛するとかいった部分がメス文学だがしっかり自己分析できていてでね。ここからネタバレ。外交の神によってほぼ全員籠絡されてしまい、主人公の居場所は全部なくなってしまい、ここから田舎に引っ越してスローライフを始めてそこにいた純朴なヒーローとの恋愛漫画が始まる展開かな?と思ったら正ヒロインが階段からダイブして断罪イベントを始めるというところからん、という展開が始まる。実はこの正ヒロインの企みは全てカンパされており全ては手のひらの上だったのさという逆転裁判が発生する部分がそうきたかとなる。ベースは悪役霊嬢ものだが、ひねりを加えてしかも作画やシナリオは少女漫画なのでメス文学要素も入れ込むという少女漫画。実は悪役霊嬢ものはオスがシナリオを書いていることが多いので、この漫画はメス文学系の悪役霊嬢ものなのぜ。